ダニエレ・マッサーロは、イタリア・モンツァ出身の元同国代表サッカー選手。ポジションは主に FW、初期は主に MF、DF を務めたこともある。1979年に AC ・モンツァで選手生活をスタート。フィオレンティーナで5シーズンを過ごした後、1986年に AC ・ミランへ移籍。1988から89シーズンに AS ・ローマへ。 ローン移籍したものの8シーズンにわたって、ミランに在籍、途中出場で、たびたび得点を決めるなど、ミランの黄金期を支え、決勝ゴールを挙げることが多かったことから、決勝点の男の異名を取った。また困難な状況に追い込まれた試合でも勝利に貢献し、ミランのファンから、プロビデンスというニックネームが付けられた。ファビューカペットの監督就任後は、 本格的に FW として起用されるようになり、1991から92シーズン、第29節のミラノダービーでの決勝点など、9得点を上げ、ミランのリーグ戦無敗優勝に貢献。1993から94シーズン、マルコ・ファン・バステン、ジャンピエール・パパンの怪我などの中、トヨタカップでのサンパウロ FC との対戦で、先発出場し、 1>, 1ゴール1アシストの活躍後は、ほぼオレギュラーの座をつかみ、リーグ第20節から30節までの10試合で8ゴールを奪い、第27節のサンプドリア、第30節のパルマといった優勝を争うチームとの対戦や、第28節のインテルとのダービーでは、決勝点を決めた。リーグ戦では、チームとトップの11得点を挙げ、ミランのセリエ A3 連覇に貢献、イタリアのスポーツ紙、 グエリン・スポルティーボが選ぶ年間最優秀選手賞にも選ばれた。またチャンピオンズリーグでも準決勝のエース、モナコ戦でダメ押しゴールで決勝進出に貢献。FC バルセロナとの決勝では2得点を挙げ優勝に貢献した。翌1994から95シーズン、怪我での離脱もあって目立った活躍ができず、トヨタカップのベス・ルスフィールド戦では、 数回の決定的チャンスを迎えたが、チラベルトの講師もあり、得点を決められなかった。欧州スーパーカップ、アーセナル FC との第2戦では2から0とリードを広げるゴールを決め、優勝に貢献した。インテル会長のエルネスト・ペッレグリーニから、白紙のコギットを提示され、給料の2倍を書いてくれと、インテルなど、セリエ A の他チームからのオファーを受けたが、J リーグ、 清水エスパルスへ移籍。1九9五年のオペルカップで AC ミランの選手として清水エスパルスとの親善試合に参加。怪我で出場はしなかったが、試合後記者会見が行われ、清水エスパルスへの移籍が正式に発表された。清水では、セカンドステージから登場。八月十六日、第二節の浦和レッズ戦で J リーグ初ゴールを決め、九月六日の 第7節名古屋グランパス戦、9月13日の第9節鹿島アントラーズ戦でもゴールを決めたが、その後は大怪我で欠場、初年度は9試合3ゴールに終わった。1996年4月13日の第7節のベルマーレ・平塚戦では、ハットトリックを達成するなど、 在籍2シーズンの間に20試合に出場し10得点を記録した。その後、監督のオズワルド・アルディレスの構想を外れ、スタンド観戦に回るようになり、同クラブを退団後に選手生活から引退した。イタリア代表としては1982年4月14日に行われた東ドイツ代表との国際親善試合でデビュー。 同年のスペイン W 杯では出場こそなかったが、優勝メンバーの一員となった。1986年2月5日に行われた西ドイツ代表との国際親善試合以降、代表からは遠ざかった。1994年に8年ぶりに代表に招集されると、同年3月23日のドイツ代表との親善試合で出場を果たした。 同年のアメリカ W 杯のメンバーにも選ばれ、グループリーグのメキシコ代表戦では、ボレーシュートで一得点を挙げる活躍を見せ、決勝トーナメント進出に貢献。ブラジル代表との決勝戦では、相手ゴールを脅かすボレーシュートを放ったが得点には至らず。また PK 戦のキッカーとして挑むも、フランコ・バレジ、ロベルト・バッチオと共に失敗して、イタリアは準優勝という結果に終わった。 イタリア代表としての通算成績は国際 A マッチ15試合出場1得点。引退後はビーチサッカー選手としてビーチサッカーイタリア代表に選出されたほか、ゴルフ、世界ラリー選手権など様々なスポーツイベントに参加した。このほか、古巣の AC ミランの広報や日本の静岡県静岡市のお茶大使も務めている。 政党は、ミラン会長のシルビオベルルスコーニが当主を務める、ホルツアイタリアを支持している。2016年5月には、政治家へ転身する意向を示し、同年6月のミラノ市議会議員選挙に立候補、したが384票を獲得したのみで落選した。ありがとうございます。